ボウガ級駆逐艦は7隻が建造され2隻はコロンビアに売却されてアンティオキア級駆逐艦となった艦名はポルトガルの河川から取られている道路級駆逐艦とされる場合もある1930年7月18日に承認された海軍整備計画において計画された4隻の駆逐艦として建造が行われた1932年には 水上規模間の建造を取りやめによって、駆逐艦が一隻増やされたため、調達数は5隻、さらに1934年にはコロンビア海軍に道路と定時の2隻を売却し、その代替として同盟の2隻を追加したため、建造数は7隻となった。ボウガとリマの2隻が、ヤーローシップビルダーズで建造され、残る5隻が、リスボンの海軍建造、修理協会で建造された。 船形は、船手楼型。前方に、主砲2門を背負い式で配置、その後方に環境と、全部マスト、船尾へ向かって1番煙突、40mm 機関砲2番煙突、40mm 機関砲魚雷発射管後部マスト、魚雷発射管 40mm 機関砲背負い式の主砲2門の順で配置されていた。主砲は、 ビッカース・アームストロング製 120mm50、後継速射砲マーク G の単装砲塔4門、これに加えて 533mm4、連装魚雷発射管2機という対水上戦を重視した装備であった。他方、対空装備は貧弱であり、建造当時は 40mm 機関砲を煙突の間に1門、後部に2門有するのみであった。対戦装備は、爆雷投射装置二機。 拡充2発。これに加えて、機雷20発の布設が可能であった。機関は、ヤーローシップビルダーズのボイラー3機に、パーソンズマリンスチームタービンの蒸気ギアードタービン2機による、二軸推進。大やでは、37ノットに迫る。この構造に対して、アンバスケードとの類似性を指摘されることもある。第二次世界大戦が勃発すると、運用は当初想定されていた。 対水上戦ではなく戦護衛が中心となった。この変化に対応するため、1943年にイギリスから対戦ソナーとエリコン 20mm 機関砲を導入した。20mm 機関砲は環境に2門、中央部の魚雷発射管と 40mm 機関砲を下ろした空間に2門、さらに後方の 40mm 機関砲2門を 20mm 機関砲2門に、 更新し、後部マストを撤去した。第二次世界大戦後の1946年から1949年にかけてイギリスで近代化改装が行われた。対艦戦闘の重要性は、薄れ、防空、対戦といった護衛任務に注力することを主眼とした改装であった。内容は、魚雷発射艦と 20mm 機関砲2門を撤去し、 高ホース 40mm 機関砲4門を装備、手砲の方針交換、高額測距儀の撤去と、対空レーダー及び射撃管制用レーダーの追加、爆雷投射機の更新と倍増、式通信設備の増強が行われた。これに際して三脚式のマストが環境広報に増設され、2番煙突の高さが切り詰められている。1957年から1959年には、 道路を除く4隻に対して、リスボンで第3次改装が行われた。対空レーダーと通信機器を更新し、爆雷投射機と2番及び3番手法を撤去、スキッド対戦迫撃砲1機と 40mm 連装機関砲1機を追加、戦闘指揮所を設けた。主に、アソーレス諸島で運用された。スペイン内戦に際して、避難に用いられたほか、ナトー設立後は、 多国間演習にも使用されている。BL4.7 インチ45後継艦砲の方針演伸型。カーティスの高出力タービンとパーソンズの巡航用タービンとする説もある。ABCDEFGHIJKLMJ ホイットリーデストロイヤーズ・オブ・ワールド・ウォー2アン・インターナショナル・エンサイクロペディアアメリカ合衆国メリーランド州アナポリス ネイバルインスティチュートプレス、ピアニッシモ、221から222、ISBN0870213261、ABE、ナビオス RN。アスシアスをドスオフィシーズダレイサーバネーネイバル、2014年4月12日、閲覧。ABCDEFGHIJKLMN、オーソッターニーのモンテーロ、アズメタモーファセスドスデストロイヤーズ。 デイビースタダールまだ402、20から21、h t t p w w w m a r i n h a p a r t p t p t m e d i a c e n t e r r e v i s t a r m a d a a d o c u m e n t s l a s h 2 0 6 r a 2 0 0 6 p d f A.B.C.D. ロッチャーチェスの、えと、コンウェイ、s ソールザワールズファイティングシップス、1922から1946、コンウェイマリタイムプレス、P397、ISBN0851771467、コントラトーピーディロクラス防ゲアリアミリター、2014年4月12日閲覧。ポーチギーズ道路クラスデストロイヤー、ロスシードック。 クライドバンクアブレイクエアリアルフォトグラフテイクンフェイシングノースブリテンフロムアバーブ2014年4月12日閲覧ありがとうございます